なにたくさんのね敬老を敬うそんな老モチベーションで集まったよね。ないですか。はい、中MCさせていただきます、はい、我々メイプル超合金と申します、はい、よろしくどうぞ。お願いします。オープニングに続いてお二人とも、はい、オープニングですげえ AV の話してませんでした。してました。で、ね、お二人と同姓同名の AV 女優がいるという、はい、いるっていうの、山内さんがおっしゃって、はい、マリリン、もう本当に漢字も一緒の AV 女優さんが現れて、はい、なんかみゆちゃんは現れてっていうの、目の前に来たみたいな言うんですけど、みゆちゃんは漢字が違う、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 先ほどね、楽屋でちょっと意味もなくそれ検索してみたら、うん、その渡辺美優さんと同じ名前の AV 女優の作品500円とかやってるんで、安っ。破格の人気の方なんです。他人だけどちょっとなんかショックだね。で、うちの相方安藤夏って安藤夏います。てめえで調べたら言って安藤夏って言って超可愛い、可愛い、可愛い、で、調べたらその方の作品全部販売停止になってました。悔しいわ。売れてほしい。パンでしたね。全然人気がないですね。いやなんか前、このね、企画の笑いの今日は笑いの源です。源です。このシリーズものの笑いのいちごっていう、はい、女芸人の方が出る、まあ、ばっかり集めたライブがあるんですけど、それに MC さんはい、前回ですね。なんかね、腕相撲、はい、企画コーナーで腕相撲やりました。みんなで負けちゃったんですね、はい、負けました。リベンジしたいっていうことで、はい、ぜひ。お、頑張ってください。私ですか。いやいやいや、腕相撲といえばね、うちには本当に女武蔵丸がいますから。誰が女武蔵丸。本当に横綱中の横綱がいますから。いやいや、見かけ直しなんですって。本当に虚弱ですし、本当筋肉とかほとんどないですし。いや、筋肉がないのは知ってますけど。ほぼ油なんですよ。いや、でも体重だったら強いって言うじゃないですか。で、あれ倒したら、うん、もうそれはもう女芸人全員倒したって言ってもいいですか。確かに、スッキリしそうです。あれより強いのはもう関東で死ぬぐらいしかいないですから。いや、いつももう男の部類から。ああ、一回ガチやるんですか。いや、やってみたらいいんじゃないか。お願いします。いや、強いんでしょ、だって何。いや、前回負けた。テニスやってます。テニスやってます。テニスやってるから手首強いですよね、はい、超強いでしょ。でも、ナツさんも鉄砲稽古で鍛えてるわけだから。いや、だから相撲に寄せるな。体型だけしかない。一応、寝るため塩は用意してやるんです。いや、塩別に巻かねえ。巻きたかったら。いや、巻きたいからみんな巻いてるわけないから。そうなんですか。違うんですよ。一応、ちゃんとした特設リングもあるんですよ。これ特設リング用意してますから。それはね、一応勝ち負け皆さんかけてもらいます。かけますか。かけて勝った人は入場料返金しますか。主催の方いいんですか。どうします。自信はありますか。前負けて1ヶ月ぐらい前ですもん、そのライブが。いや、つい最近でした。はい、先月の末ぐらい取ってました。取ってばっちり。あ、イメトレで。イメトレで、はい、やべえなこいつ。イメトレ空いてる時間何やってんの。いつも腕相撲のこと考えてます。本当にマジで。ちょっとやってみましょうか。あれ倒したらもうなかなかのもんじゃん。本当ですか。え、なんかハンデみたいなのあったの。ハンデ分かんない。自分の力がちょっと分からないんで。本当の化け物が言ってみたいな。山から降りてきた化け物って分かんない。基準が。いやいや、それはガチで、ガチでガチでガチでやった方がいい。ガチでやった方がいいですよね。手で分かんないですもんね。手で、あ、やっぱりもちろん。マイク、マイク。じゃあ、レディーゴーリーレディーゴー。いや、違う違う。あー、いいですね。本当好きですね。いいですね。そういうの好きですね。はい、いきましょう。じゃ、ちょっとレディーゴー。ちょっと待って、ちょ、はい、ちょ、はいじゃない、ちょっと見て。いや、両手手切ったらすげー拳出しみたいな、すげー。いきましょう、いきましょう、ガチで。はい、いきます。はい、じゃあレディーゴー。早っ早っ。もう一回ちょっと今、捉えられて一回スローモーションでもう一回。いやいや、ないわ。ちょっと、いや、見えなかった、見えなかった。もう一回スロー、ちょっとゆっくりめ、ゆっくりめで、ゆっくりめで。レディーゴーもちょっとゆっくりめで待ってるから。いきます。レディーゴー。あ、いや、いい勝負、いい勝負。あ、いい勝負じゃない。あ、手首強よ。すげえ地蔵じゃねえかよ。顔色が変わってない。すげえありがたい仏像みたいなことしてますよ。えー、ちょっとなんか、じゃあちょっと軽く本気出してもらって。うわ変が、変が、すげえ変がおかしくなる音聞こえた今。うわいやいや、ちょっと自分の力
ぱいいますか。いや、なんで腕相撲を飲むんですか。絶対無理でしょ、このサラサラ。ちょっと待って、めちゃくちゃ弱いって可能性もあるじゃん。あマリリンやります。マリリンどうですか、やってもらったら。マリリンだって実際キャッシャだからな。やばいな。あ、実は。あ、ちょっと待って、この握り方やばいな。あ、やばい。熟練の人分かるんですよね、握っただけで。あ、ちょっとやってもらっていいですか。はい、よーい、ドン。あー、やっぱほんと強いんだ。ちょっと誰かいないか。強そうなやつ。強そうなやつ。いや、あなた一番強い。いや、やばい、一撃だった。ちょうどいい、こんだけいいだから。あ、やばいっすね。朝一番の声止めです。あ、杉さんの出番。杉さんじゃない、なんかバスケやってたでしょ。バスケやってました。ちょっと強いでしょ。結構強いですよ。で、タッパもあるし、多分ある程度。はい、そうですね、多分。で、顔も長いし。顔も長いし。顔も長いし。相当強い。やめてください。あ、冷たって。冷たー。どっちや、それはいいでしょ。サイボーグ的なこと。違うやつだよ。逃げてる。はい。よーい、ドン。あー、すごい、筋が飛び出た。あー、本当に。ダメだ。強えな。怖くなってきた。ごめんね、ネタに支障が出るかもしれないけど。すみません。あ、やべ、誰か勝てそうなんじゃないかな。あ、あ、いい、男子、ちょうだい、ちょうだい。男子、いや、いや、ちょっと男子は。男子でやってみよう。いやいや、違うでしょ、だって。お名前は沢村です。沢村さん。ちょっと、ちょっと。沢村さん、すごいスタイリッシュな格好してる。どういう人だよ。勝てたら、スナックさん勝てたら、好きにしていいよ。それはね、それで沢村さんも勝てたら好きにしていいですよ。好きにしてください。あー、もうダメだ。あー、もうダメだ。教育的指導。ダメです。よーい、ドン。おお、これがいいで、お二人ともね、お付き合いを。ねえ、ちょっとなんか、あー、時間出しちゃった。ふざけたか、ちゃった時間が。はい、すいませんね、すいません、なんか、こんな、ね。え、じゃあ、後半戦なんですけれども、大吟醸さん、ちょっとお休みということで、朝一番から、矢田さんの16組続けて、どうぞ。